トゥン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 。これは結構ね、特許レベルだと。そんなことはねえか。トレーニングウェポンフェスティバルが2年ぶりに2024年4月19日から21日の3日間開催されます。本催しではシステマ社社長肝煎りで開発された新型トレポンユニットの発表があるので、電動ガン界隈のパラダイムシフトを目にしたい方ぜひ参加を。はい、どうもこんにちは、おはようございます。 HK ワールド HK です。今回はですね、とあるすげえものを作っていこうと思ってまして、はい、この動画を収録しております。さて、それは何かというと、トン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 トはい、ゴミに見えるでしょう。はい、ここ見てください。トレポン。はい、というわけで今回はね、トレポンを作っていこうと思います。はい、それではね、今回はね、あのゴミのような集め方をしておりますが、今回も久しぶりに、トレポンを作っていこうと思っております。はい、なんかゴミが多いな、本当にゴミが入ってたね。はい、作っていこうと思っております。それでね、いろんなパーツを集めたんですけれど、またゴミだよ。はい、いろんなパーツを集めました。はい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 、こんな感じ、またゴミだよ。それでね、今回のね、コンセプト、そう、今回のコンセプトっていうのはね、ちょっとお話しながらね、パーツの紹介をしていこうと思います。まずはね、ちょっと外装をね、見ていきましょう。はい、今回のコンセプト、そう、コンセプトはただ一つ、そう、あのね、これね、前にね、あの、これで俺は今年革命を起こすみたいなね、くだらないツイートをしたんですけれども、はい、トレポンってさ、あの、今のところ大きく分けて2種類あって、普通の、要は旧トレポン、トレポンインフィニティや PTW インフィニティってね、まあ2種類あるわけじゃないですか。そうで、PTW インフィニティの方はギアのシステムが、DSG です。で、かつプリコックですと。そうで、旧トレポンの場合は、昔はね、あの、プリコックっていう手があったんだけど、GAW さんだっけ、うん、の、プリコック、あの、要は逆転防止ラッチってやつがね、前はこういうやつがね、選択肢あったんだけど、もう今は存在しないので、あの、今、トレポンをこれから組もうのないし、すでにあるトレポンのほとんどがプリコックできないんですよ。そう、なぜかというと、まあ、戻っちゃうんでね、それはね、の詳細はこのプロジェクト、このね、チャイポンプロジェクトをね、見てもらえればと思うんですけど、そうで、プリコックがね、できない銃って今時、まあ、ちょっとダサいっていうか、あの、やっぱトリガーレスポンスは最強なんでね、プリコックするとね、うん、で、しかも、トレポンってまあまあ早い回転数で、あの、セクターギアが回転するので、うん、で、まあ、最近はね、なんだっけ、ブラシレスモーター、そう、旧トレポン用のブラシレスモーターとか出てきて、あの、結構ね、また少しずつ盛り上がりつつあるんだけど、それでもやっぱり、あの、プリコックには勝てない。うん、絶対勝てないのよ。うん。だから、プリコックってね、やっぱ必須だなと思ってて、今の時代ね。そう、で、それに対応させるべく、はい、プリコックをさせられるようなシステムを私作りました。はい、どう、何の話やっちゅうねんってね、あの、感じなんだけど、この、ベベルギアあるでしょ？このベベルギアを、に、あの、こういうやつをね、つけたんで、これわかるかな？あの、なんだっけ、ワンウェイクラッチ、そう。あのね、ベアリングの形をしたワンウェイクラッチっていう、なんか素敵グッズがあって、これ、要はね、反対側にしか回らないんですよ。そう。この軸を、反対側の力に、がかかった時にこう止めちゃうっていうね、作用を持ってる、ベアリングみたいなのがあって、これを、簡単にこのメガボックスの中に収める方法を考えつきました。はい、でしかもこうやってパパッと取り外し可能っていうね、うん、これは結構ね、特許レベルだとそんなことはねえか、はい、思ってまして、まあただ僕はそんなことは望んでないので、まあこのね、技術をね、あの、これからトレポンを自分で作りたい、ないし、これを、まあ、トレポンあるけどプリコックしたいって思ってる方で、ぜひね、あの、真似していただければなと思っております。はい、でね、これをね、単純にこのワンウェイクラッチの一面を削って、これ結構大きめにしてるんですよ。 M4 のね、
ネジをここに開けて、ここにね、芋ネジ入れてるんですよ。で、この芋ネジでここをね、せき止めてるだけなんだよね。そう、止めれば、ベベルギアが反対側には回らないっていうね、仕組みを作り出すことができます。はい。なので、ちょっとこれもう一回戻してみようか。これね、いろいろ考えたのよ。どうやってさっきのワンウェイクラッチを、固定するかっていう固定方法に関して、割と、頭の中でいろいろ構想を練って、で、ここのね、芋ネジを、増し締めしてあげるわけですよ。そう、ちょっとやってみようか。これでね、今、組み立てたでしょ。で、この芋ネジを、ニュッと、あんまりね、増しすぎると、中のワンウェイクラッチ壊しちゃうんで、ある程度まででよくて、そう、結構緩めでよくて、そうすると、ベベルギアがね、ほら、もう反対側に回らなくなってるんだよ。で、こっち側には回る。ほら、くる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 回るでしょ。けど、こっち側には回せない。ほら、ね、これでもうプリコックができる状態になったわけですね。うん、これかなりね、革命的だと思うんだよね。一回取り付けて、要は分解も、取り付け分解も自由にできるっていうね、このやり方は結構ね、素晴らしいと思っていて、そう、自画自賛してします。すいませんね。はい、これをね、ずっと前からやりたくて、大体ね、2、3ヶ月ぐらい研究してたかな。うん。で、いろいろ、考えあぐねて、ようやく、手を出してみたところ、うまく実験いったんで、あとはこれがね、どれぐらいの耐久性があるか、そう、このワンウェイクラッチの、耐荷重は軸にかかる何キロ、なんとかっていうのを表す単位あるじゃん。そう、あれがね、多分だけど、なんかね、ギリギリなのよ。うん。要は、このギア比を計算してって、ギア比を計算してって、つまり、上に、例えばね、M100 のスプリングが乗ったとするじゃん。M100 のスプリングが、セクターギアを押し戻そうとする力、そう、押し戻そうとする力が、このギア比の分戻ってきて、ここの軸に、さっきの、ここの軸にかかる、割合を、だいたいね、細かく計算してないけど、だいたい計算すると大丈夫っぽいんだよね。そう。まあ、だから、あとはね、耐久性だけの問題だと思っていて、で、実際組めば、多分ね、ちゃんとプリコックはできると思う。うん。なので、今回、そのプリコックっていうところを題材にして、1からね、旧トレポをね、作っていこうと思ってます。はい。ちょっとね、ここ、だいぶ力説するのに長くなっちゃったけど。はい。まあ、そんな感じでございます。で、じゃあね、今回の、なんだろう、パーツの構成をね、ちょっとお話ししましょう。今回のパーツ構成としては、まずさっき言った、この車外のね、PTW、のね、メカボックスを使います。車外のメカボックスを使うんだけど、一応、うまくいかなかった時のために、チャイポン用のメカボックスも用意してあります。これ中に一通りね、入ってるんで、こんな感じでね。うん。まあ、ダメだった時のための、予備っていうか、はい、そんな感じで持ってます。なので、これ、まあ、こっちでもしね、壊れた、合わないとか、そういうことが発生したら、こっちにまた穴開けてね、対応させればいいかなと思ってます。はい。で、次に、使うパーツなんですけど、これ知ってますか？そう、まだね、僕ね、情報出してなかったんだけど、どっかで出したかな？ツイッターで出したかもしんない。T8 エアソフトっていうね、台湾だか中国だかわかんないけど、どっかメーカーがあって、そこは最近結構いろんなね、カスタムパーツ出してるんですよ。PTW だけじゃなくて、普通の、スタンダード電動外のパーツもいろいろ積極的に出していて、そう、T8 っていうね、ところが出している、PTW 用のギアセット。はい、っていうやつをね、今回購入しました。ギアセットって、いろいろね、SHS からも実は出てんのよ。で、しかも SHS のやつ結構精度良くて、まあ、それでもいいんだけど、これ味噌があって1個。さっきの、こう、ベベルあんじゃん。このベベルこっから外したやつね。で、この、ピニオンギアまでセット、あららららこのピニオンギアまでセットっていうのがね、存在しないのよ。うん。ベベルとセットってあったりするんだけど、これがね、オールセットってないのよ。うん。これ僕初めてじゃないかなと思う。昔はね、あったかもしんないけど、もう最近存在してるのって多分これしかないと思ってて、これね、ピニオンと、ベベルが、こう、全部のギアがセットって、ものすごい、いいことで、
なんでかっていうと、やっぱ製品誤差。そう、PDW って結局、精度よく作られているメカボだったり、その他のシステムだったりするので、この辺の関係性が崩れると、ギアなりだけじゃ済まんのよ。壊れるのよ。そう、とにかくパーツがちっちゃいんでね。だから、こういうところの、パーツが全部フルセット。この機関部がフルセットになってるってのはね、これはもうすごい革命だと思ってます。はい。なので、今回ね、これをセットで、になってるやつ、これ購入しました。結構ね、安かった。円安が始まる。これね、パーツ集め始めた。確か1年ぐらい前だから。そう、実はね、インポンやる前から計画してたの、これ。どうしてもインポンやりたかったんでね。あれだけど、そう、インポンよりね、ちょっと前か、後ぐ、ちょっと前かな、ぐらいに計画してたんだよね、これ。そう、で、やりたいと思って、まあ、シコシコっと、ちょっとずつ、パートを集めてました。はい。まあ、厳密に言うと、チャイポンのプロジェクトあったじゃん。そう、チャイポンのプロジェクトが終わった時から、パーツが余りまくったんで、あ、じゃあ、作っちゃおうかな。もう一個作っちゃおうかなって、その時から思ってました。はい。なので、その時からね、しこしこ集めていたパーツをね、内部パーツをね、今ちょっとこの場で、ご紹介できればなぁと思っていて、モーター、そう、これもセットっていうか同じメーカーから、T8 から出てるんですよ。これ注目すべきとこはここね、3万回転っていう鬼回転スピードなんですよ。話半分にしても、まあいいなぁと思ってて、そう、だからこれでプリコックすれば、多分相当なね、トリガーレスポンスになるんじゃないかなと。そう、で、今回、ちょっと思ってんのは、ただプリコックするのつまんねえなぁと思ってて、実はね、セク化しようと思ってます。もうね、チャレンジしまくりでしょ。そう。だから、今回のプリコックがもし、うまくいくようであれば、まあ、同時にやっちゃうんだけどね。だいたいこいつをね、3枚ぐらいセク化しようかなと思ってる。で、まあ、回転数も結構早いので、で、あとは、バネをね、多分 M110 ぐらいかな。M120 使うかもしんないけど、M110 ぐらいでいいと思う。M110 なんてバネ存在してたっけ？多分あったよね。M100、まあいいや。M120 とか、ほら、M110。この辺のね、バネをちょっと使って、カスタムしていけば、ちょうどいい初速になんじゃねえのかなと思ってます。なので、今回狙ってるのは流速です。はい。なので、流速が出やすいように、6.00 って、むちゃくちゃなね、オルガさんが出してるね、スーパーパワーバレル、タイトバレルを買っておきました。ちょっとね、6.03 とかが欲しかったんだけど、なんか存在してないっぽくて、そう、6.1 とか、6.23 とか、死ぬほど、ボアがでかいね、バレルあんだけど、なんか 6.01 とか、6.02 とか、6.03 とか、なんか存在してなくて、まあ、いや、もうこれで、と思って。はい、これ買いました。ちょっとね、事前に、アウターバレルとかのすり合わせするときに、もうすでに、隙間を埋めるためにテープとかね、もう貼っちゃったんですけど、はい。なので、今回ね、インナーバレルはこれを使っていこうと思ってます。はい。で、使用パーツをどんどん広げていくと、今度はね、チャンバーですね。はい。チャンバーは、僕もね、使用例がある、チャイポの時に使ったアルファパーツのね、そうだね、アルファパーツだね。そう、アルファパーツのチャンバーセットを使っていこうと思います。もうこれ一回組んでて、勘どころ分かってるんで、まあ楽に組めるかなと思ってます。やっぱね、ドラム式のね、なんだっけ、ホップ調整ダイヤルじゃないと僕はもう使えないと思ってるんで、はい。で、前回のチャイポン同様、オルガイアソフトさんのフラットホップパッキンをね、使っていこうと思ってます。これで、まあ、狙った通り、流速が出るかなと思ってます。はい。まあ、今回、流速をどこまでやっていくか。前回は、なんだっけ、多分なるだろうなと思ってチャイポン作ったら流速になりました。ただ、なんかあんまり、ちゃんとした理論、要はトレポンはトレポンの世界の理論があるので、トレポンの理論をちゃんとうまく使って、理論を裏打ちしてあれ作ったわけではないので、そう、結構、吸ったもんだやったし、そう、うおさおしながら作ったから、あれなんだけど、今回はもうだいぶ頭の中にデータがあるので、多分僕が思い描いた、トレポンのね、精度とか仕様とか飛距離とか、まあ、そんな感じになるかなと思ってます。はい。で、あとは、これはシリンダーかな。これ、どこのだったっけ？あ、BPS って書いてあるね。の、シリンダーですね。今のところ M130 が標準で入ってる青いやつ。はい。なんか、青っていいね。
なのでこれを、ちょっと使っていこうと思ってます。まあちょっと130じゃ死ぬほどね、初速上がっちゃうので、もちろんこれはさっきの M110 のやつにの世界で使おうと思ってます。はい。まあ内部主要パーツとしては大体そんなもんかな。外装が今回ねちょっと苦労したんで、実は、で外装に関しては、あのトレポンってさ、一番高いのって僕って外装パーツだと思ってて、なんでさトレポンってさ外装パーツ高いんだろうね。まああの精度いいからね。前にこのインポン作った時だって死ぬほど精度良かったし、で今回はね、あのなんだっけな、プリコックをトレポンでプリコックユニットを開発しましたって言ってやって、それがまあ主題ではあるんだけど、もう一つのあのまあお題があって、あの安く組むっていうね、お題にもなってます。なので今回いろんなね、あのパーツ集めたけど、いい、これ結構安いのよ。あの高かったパーツってね、多分ねインナーバレルと、どれかな、インナーバレルと、あ、誰だ、アウターバレル、そう、アウターバレルもあるんだけど、アウター、あ、これか、そう、これがね、ちょっとね、急遽手に入れられなかったので、これは確かオルガイアソフトさんから買ったかな、そう、あの、アウターバレルをこう短くしたかったんだけど、短くなかったんだよね、持ってるのが。12.5 インチもあって、そう、ちょっと残念な感じだったんで、急遽作りました、はい。トレポン用と、スタンダード電動ガを組み合わせました。はい。ここ無理やりくっつけて、今ね、がっちりくっついてる感じなんですけど。まあこれで赤仕様、基本赤基調の、電動ガをね、作ろうと思ってます。はい。で、次の、このね、レシーバー。そう、このレシーバーね、これ面白い構成だよ。あのね、ぴったり合ってんだよ、ほら。すごいぴったり合ってんだけど、実は、上チャイポン。そう、これね、シックスミリさんでジャンク品が売ってたんで買ったんですよ。で、その4、5ヶ月後ぐらいかな。で、今度は別の、シックスミリさんから別のメーカーのトレポン用の、アンダーレシーバーが特売されて、おっと待てよと、これ2つ組み合わせたらトレポン作れるじゃんと思って買いました。はい。で、まあ合わせてみたところぴったりだったんでね、もうこれもそのまま使っていこうと思ってます。ただ、今回のカラーリングをね、ちょっといろいろ考えてたんですけど、ちょっと今軽く組み立ててみましょうか。あ、ちなみに、この、ストック、なんと、スタンダード電動ガン用です。つけられんのって思うでしょ、つくんよ。つくけど、なんだっけ、トレポンの後ろのキャップ、そう、ここにつけるためのキャップがあると思うんですよ、これ。そう、これはね、はめらんないので、これ無理やりはめます、このキャップは。はい。もう3段がついてるんで。で、これね、はまんだよね。あ、スタンダード使えんのと思って、かなり革命が起きましたね。これだったらどんどん安く作れんじゃんと思って、そう、こんな感じですね。で、ストックが、スピードキュービー的な、そう、今回目指すところは、やっぱ、トリガーレスポンスがそういったね、ちょっと脳筋的な思考で作るので、なんかね、パパパパーって打てちゃいます、めっちゃ速いです、めっちゃスピーディーです、みたいな、そういうのをね、ちょっと目指してます。はい。で、まあ、外見的な一旦こんな感じで、グリップは、マグプルの MOE だったっけ？なんだっけ？ MOE の、グリップをね、用意しました。なので、これがここに入ります。はい、こんな感じ。OK。で、ハンドガード。そう、ハンドガードはね、これもスタンダード電動ガン用ですけど、共通なんでね、これ、みんな。共通って言っても、共通じゃないものもいっぱいあるんで、これね、実はね、ハンドガードね、家にあるハンドガードの10個以上あるハンドガード全部つけて合わせて、合うかどうか確認して、使えて、かつ、かっこいいやつを選んでこれにしました。めちゃくちゃ大変だったよ。スタンダード電動ガン用の、ハンドガードが使える使えないの基準って、あって、もうこれね、なかなかない情報ですよ。貴重な情報ですよ。この、アウターバレルベースがあるじゃん。このアウターバレルベース、太いのよ。トレポン用って。これが、この中に通らない。まあまあ通らない。10個あって、4つ通らなかったんで、ってことは、スタンダード電動ガンが、入らないことってまあまああるはずで、あるはずなんですよ。そう。で、今回合うレシーバーで、かつかっこよさそうなやつをね、選定しておいておきました。なので、これがこういう感じで入りますと。俺、いい感じでしょ？へへへーって仕上がるぜ。
で、これがね、こんな感じ、にょんって、はい、こんなノリですね。うん。で、今回、ここ今シルバーじゃない。で、なんかね、色のバランスが悪いなと思ってて、で、今、悪いかどうか、あんま人の好みによると思うんだけど、僕の好みはここが黒でここがシルバーが好きなのよ。でここが黒みたいな。そうだからね、こっちは色塗ってここはね色剥ごうと思ってんだよ。うん。なのでその過程もね、カメラ撮影できるようだったら撮影しようかなと思ってます。はい。今ね気づいちゃった、セレクターレバーなくね、ある、あったあったよかったセレクターレバーがなんか買ってないかもって今思っちゃったけど、あったあった、 OK。そう、まあそんな感じっすね。なんで外観的にはこんな感じね。なかなかかっこいいでしょ。うん。で、あとメカボをねちょっと目立たせたいなと思ってて、ここにちょって穴開けたり しようかなと思ってます。はい。まあそこはね、どうなるかわかりません。まだ今ねうーんって考えながら、本当にそれダサくない、大丈夫って思ってるんで、はい。で、今回いらないパーツは、まあ、なるべく省きたいなと思っていて、最近ちょっと流行りの、これいらない、そう、このダストカバーつけない作戦、うん、をね、僕もやろうかなと思って、まあ、外すだけなんでね、うん、まあ、で、ここがからさ、青いシリンダーが見えれば、まあまあ、かっこいいかなと、思いまして、はい、ただ、このチャーハンがね、外せないんだよね、ドレポンってね。このチャーハンでイジェクトするから、シリンダー式をね。そう、だからチャーハンはね、多分外せないと思ってる。なので、ちゃんば一旦残す方向で、考えてます。はい。よし、というわけで、今回もね、こんな感じでいこうと思いますんで、しばらくお付き合いください。